とにかく壮絶なヤジ。38年6月14日運輸委員会、田中角栄公団が作るので、ご自宅がいろいろ順調決してください。ご静粛願います。元衆議院議員の松田九郎さん、おととい急性呼吸不全で亡くなっていたことが分かった。92歳だった。知らないという人もこの声には馴染みがあるはず。まあ休憩中だからいいんだよ。いや休憩ではありませんよ。長崎県議を経て1983年に初当選を果たした松田さん。どこが不規則発言の限度であるかというのが分かってるんだ。私が近く本会でやるときに全部がかかってくればいいんですよ。本会で私がやるときはやじろうがなしやろうがこっちは堂々たるもんだ。自民党で鈴木宗男さんらと共に国会を活気づけた。得ません。鈴木君黙れ。税制調査会長は国民政府与党。よく7年間の闘病生活頑張られたなと、松田先生らしい生き様だったと。まあ野次は演説の花とよく言われますけどね、頭の良さ、感の良さはありましたね。日本に与えた活力は計り知れない。